パネルクイズアタック25パネルクイズアタック25パネルクイズアタック25ラテン文字表記パネルクイズアタック25は1975年4月6日から朝日放送テレビ ABC テレビが制作しテレビ朝日系列で放送されている日本の視聴者参加型クイズ番組ハイビジョン制作ステレオ放送字幕放送を実施している一般には単に アタック25と呼ばれる例が、比較的多く、新聞などのテレビ欄にも、クイズアタック25、あるいは、アタック25などと表記される場合もある。2019年6月現在はテレビ、朝日系列フルネット24局、同時ネットでの全国ネット放送となっている。番組開始当初は13時15分からの25分、番組で、1975年10月から、 一般 CM や番宣を放送する5分枠を埋めて30分番組に、1994年10月2日放送分からは、日曜正午の番組の放送時間が12時55分まで延長をれたため、新婚さんいらっしゃい。と同様20分繰り下がっての開始となり、現在に至っている。この番組の生みの親である、筒見正造は、毎日放送を。 アップダウンクイズの生みの親でもあり、構成を長く務めていた。放送開始から18年間にわたって構成を務め、監修へ移行した後に2008年末に番組を降板した。1993年からは、情報演芸放送作家の貢献講義が構成を担当。音楽は同局の霊感山間第6巻や、テレビ朝日、クイズタイムショックなどを担当した。 山下竹雄によるもの。この番組のテーマソングと海外旅行チャレンジ VTR クイズ出題中に入れる曲フライトトゥパリは発売された CD に収録されている。また、テーマソングのアタックの声と口笛の音は山下本人のもの。なお、シンキングタイムの音楽トップショーのファンファーレ以外は開始当初から全く変わっていなかったが2015年4月5日から メロディーをそのまま活かしながらシンセサイザー風に暗示され、ステレオ収録されたものになった。時期ごとに番組構成を変えながら続けているにもかかわらず、その時期のテレビ番組の主流に反した傾向が強い。ただし、答えやアタックチャンスのルール説明のテロップ、アタックチャンス、旅行クイズの CM 挿入タイミングなど、若干ではあるが、その時期ごとのテレビの主流演出が取り入れられている。 部分もある。この番組の最高視聴率は、関西地区で24.2%、関東地区で21.5%を記録している。基本的なルール、口述は、放送開始時から以下を除き、ほとんど変わっていない。この番組が誕生する1年前の1974年4月7日から1975年3月30日。 同じ子玉が司会をした視聴者参加クイズ番組、東、リクイズイエスノー、5人抜き級、クイズ、イエスノーが東リノリウム、現、通りの一社提供のもと、毎日放送、MBS 制作で、ネット系列にて放送されたが、視聴率低迷や1975年3月31日に、実施される朝日放送と毎日放送のネットチェンジを、理由終了した。ただ、 東利側が小玉司会による自社提供の番組を朝日放送でも継続して制作、放送することを熱望したため、1975年4月にこの番組が誕生。その小玉は当初、イエスノーの失敗などから司会続投に難色を示したが、東利側の要請もあって結局了承。よって、ネト、ゲン、テレビ朝日など一部系列局では、 制作局が異なるものの児玉司会、通り提供の番組が継続して放送されることになった。なお、児玉は2011年2月19日の日刊スポーツ大阪版のインタビューでアタック25への思い語った際に当時の経緯を語っている。ネット系列単独加盟局所在地域でも広島県では広島ホームテレビ、ホーム、当時、とが開局した後も イエス・ノーまでは諸事情により TBS 系列の中国放送 RCCA 自社ネットされていたが1975年10月のテレビ新広島 TSS 富士テレビ系列開局に備えた編成の整理により本番組から系列通りとがネットとなった TBS 系列局時代の朝日放送は ベルトクイズ Q&Q の水曜日の制作を1969年の番組開始当初だけ担当した時のほか、自社制作の視聴者参加クイズ番組は1968年放送のラッキークイズサードッチ、司会、林家三平、栗千春と1970年から1971年放送の3.3が q イズ、司会の声、若山源蔵の2本しかなく、 ベルトクイズ Q&Q、夢の世界旅行クイズジャンボ等、TBS 制作の番組ばかりだった。放送開始にあたっては、とある朝日放送のスタッフが、子供にオセロゲームを買ったことを思い出し、このオセロゲームを使ったテレビ番組はどうだろうと言ったのが、この企画が生まれる発端だった。次に放送時間内にクイズを答えて、すべての面が埋まり、面を最も多く獲得した回答者が、 海外旅行をかけたクイズに挑戦すると仮定した場合、面の数は何枚が良いのかを試行錯誤の末に出した結論が25枚だった。また、企画段階では最終的に獲得した面の数とは別にクイズの正解数に応じて賞金を出すという案もあったが、あくまで面の数にこだわり、これがこの番組の最大の売りとしてプロデューサーが一周。さらに、 使用する面には赤、緑、白、青という色を使うが、当時はまだ一般家庭の一部に白黒テレビが残っていたことを理由に、この企画には、社内やスポンサーから難色を示す声も上がったという。しかし、プロデューサーは、将来テレビはすべてカラーになると説得して回って、実現させた。初代プロデューサーは当時、朝日放送第二制作部長だった、三上康夫。 番組送信などの技術畑出身で、ワイドショープラスアルファーや、ワイドサタデー、新婚さんいらっしゃい、などの組プロデューサーを務める傍ら、残響2秒ザシンホニーホールの誕生と、6CH は、情報文化屋、いずれも大阪書籍という著書を残す。自らの著書、6CH は、情報文化屋の中で、人生、非常なものだ。この非常さを、 クイズで表現したかったと記している。1992年9月までは朝日、放送制作枠の15秒番組宣伝枠が朝日、放送制作全国ネット番組の中で唯一なかったが、翌10月から放送開始。同時に番組ロゴを、それまで台形をモチーフにした初代から二代名ロゴに一新した。その後、一部マイナーチェンジはあったが、二千十五年四月五日、 放送文からは3代目のロゴに一新されている。1997年4月の時点で毎日放送、アップダウンクイズ、1963年10月6日から1985年10月6日、NHK 総合テレビ、連想ゲーム、1969年4月5日から1991年3月20日の22年を抜き、 全国ネットクイズ番組の長寿新記録を達成した。また、それまでの地方ローカル番組を含めた最長寿記録は CBC、天才クイズの37年2ヶ月、1967年7月26日から2004年9月25日だったが、当番組は2012年6月以降も継続したことで、クイズ番組最長寿の完全新記録達成となった。現在は、 民放テレビ番組として、全国ネットのレギュラー番組で視聴者参加クイズ。番組は当番組フジテレビ、超逆境クイズバトル。99人の壁である。1996年7月から1999年3月までは、オープニングのテーマソングが、サラウンドで放送された。2003年4月6日から、字幕放送を開始。年月日からハイビジョン化され、 2006年4月9日より、モノラル製作、モノステレオ放送からステレオ製作、フルステレオ放送に変わった。2010年6月6日より、アナログ放送では、レダーボックス放送となった。これは、当時のマスターテープだった2インチ VTR が非常に高価で保存が安易にできず、上書きして使い回されていたことが主流だったことから、第1回をはじめとする。 番組初期の映像は残っていない可能性があるためで、ある。2016年10月22日公開の映画、バースデーカードで、初めて映画作品に本番組が登場。主人公が本番組に、青の席の回答者として出演し、主人公の父と恋人が、観覧席で見守る場面が登場し、本番組の司会者である矢原も、本人役で登場した。ふとじは、 朝日放送朝日放送テレビアナウンサー、現職を含む、番組内で出題される問題は、ほとんどが読み上げ形式で、答えは回答後、シンキングタイム終了後に、テロップで出される、1994年3月6日から、問題読み上げの途中で押された際、正解、不正解に関係なく、司会者が問題を最後まで読み上げて解説するが、しない場合はテロップで問題の答え、ごく稀に、 問題文もが出される。以下の形式を含めて出題される問題の中には、テレビ朝日系列で放送される番組に関連したものも含まれる。読み上げ問題以外では、以下の形式が用意されている。当初は、第一問から出題者による通常の読み上げ問題から始まっていたが、パネルの書体が変更された1984年10月からオープニングクイズを導入した。 最初はフラッシュオンクイズとして黄色のパネルがランダムでフラッシュされるモニターに隠れている写真の人物を当てる。1994年4月に分割された写真がつなぎ合わさる形式へと変更された。1996年10月から系列各局からのご当地映像クイズに、その後1997年5月からは、 街頭インタビューとプロフィールのヒントからある人物を当てる試行になった。演出も CG を使った形式になっている。2005年10月からは人物当てから物当てに2008年10月からは物当てクイズから人物当てクイズが3年ぶりに復活となり、人物の写真を法上の CG で隠されているものを見て人物を当てるものに変わった。 2012年4月1日放送分から2018年11月11日放送分までは、タレントによるゲストクイズに代わり、VTR 出演による本人に関する問題を3個か五個のヒントで放送告知と共に出す。回答者が正解した時点で、まだゲストが言っていないヒントを含む、残りの VTR は放映されない。全部ヒントを言った場合はゲストが終了を知らせて、時間切れとなり、 次の問題で13番を埋める色を決める。2018年11月18日放送文からは、パネルを使った隠し絵の問題に変更。人物、場所の名前、スポーツなど、何を当てるかは回によって様々である。パネルが一つずつランダムに消えていき、だんだん見えてくるものが何かを当てる。フラッシュオンクイズとは異なり、消えたパネルは再び出てこない。 黄色のパネルがランダムフラッシュする形式では他のクイズ同様を間違えるとお立ちとなったが CM 後に間違えた回答者がお立ちのまま自己紹介するという異質なケースが少なからず温め分割された写真が繋ぎ合わさる形式となった時からお手つきでもペナルティなしに変更されたお立ちがあった際に正解が出たらお立ちの数は1問分減らされたまた 優勝者の VTR クイズ生開時の旅行先が変更されると、司会者と出題の女性がその地に赴き、旅行先にまつわる問題が4週にわたり、出題されていた。ただし、2011年5月15日、第1800回放送文から、英華界クルーズの旅行内容の一部が変更された、時には、児玉が入院中だった影響から、出題者の加藤のみが赴いていた。 さらに、2012年4月1日放送分での、地中海クルーズペア10日間の旅への変更の際には、旅行先にまつわる問題が出題されずそれ以降、行われなくなっている。一例である。がついているものは、現在のもの。映像クイズの故障は、ビジュアルクイズになっており、2015年4月からは、以下の問題が、週替わりで出題される。通常の読み上げ問題においても、 映像を用いるる場合がある当初は特定のテーマに沿った曲名や歌手名を当てる。問題が中心だったが、後に3曲流し、タイトルに共通して入っている言葉を当てる。歌手名、または曲名の頭文字をつないで3文字の言葉を当てる。歌っている歌手の人数を全て足した人数を当てるなど、多様な形式が登場した。なお、問題数も当初は3問あったが、 次第に2問1問と減り、2004年4月以降、映像クイズ直後に出されていた問題は、2010年6月以降、映像クイズ後の読み上げ問題を数問こなした後、楽曲を聴いて、アーティスト名や曲名、楽曲にまつわるものを答える形式に変更された。また、小玉司会時代にが当て正解者の海外旅行先が変わる際、 それぞれの旅行地に関するクイズが出題された、放送会には出題されなかった。2012年4月1日放送分から2013年3月31日放送分までは、パネルが15枚埋まった段階で出題される形式に変わったが、収録状況によっては出題されない日もある。1992年9月頃まで、回答者に関する問題、趣味や、 職業柄が出題されたが、直前のお手つきによる、起立中でなければ、誰でも回答できた。オープニングクイズから3問出題後に行われる、形式で赤から順に4人の回答者に関するエピソードの関連問題を1問ずつ、計4問出題。司会者とのやりとりは直接の対話とエピソードの一節を紹介するケースの2通り。 なお年間チャンピオン大会では回答者がそれぞれトップ賞を取った回のフィルムクイズの答えの関連、エソードから出題した。クイズは全員に回答権があった。初期には各回答者の青年月日の朝日新聞に載ったニュースから出題するクイズだった。アップダウンクイズの目で見るクイズに似た内容のクイズで BGM に合わせて7枚の写真パネルが見せられ、 それに共通するものは何かを答えるクイズである。なお、五島があった場合、この問題に限って、司会の小玉がこのまま続けます。お分かりになったところでお押しください。どうぞ。と言って、問題を続行させ、正解者が出るか時間切れになるまで流し続けていた。また、このクイズが出る前でお立ちの回答者がいる際に五島が出たら、その時点でお立ちの数が一問分減らされた。 金額はパネル1枚あたりの額。賞金額改定の度に2000円ずつ値上がりしており、賞金額の改定は毎回4月に行われているが、1990年4月以降は1枚1万円で据え置きとなっている。25枚すべて獲得してパーフェクトを達成した際の賞金は放送開始当初から50万円に固定されている。過去にはとして、 当時のスポンサーだった通りのカーペットが贈呈された。また、後日の特別企画でパーフェクトの賞金は100万円に設定されたことが一度だけあった。また、賞金とは別に出演料のようなものが成績に関わらず5000円支払われる。海外旅行チャレンジクイズは25枚のパネル盤面上に VTR を写し、古今東西問わず、あるを当てる問題。 主に人物、都市がメインで、他にグループ、国、都道府県、町、町村、半島、島、山、川、湖、海峡、岬、観光地、国立公園、温泉、年号、西暦年、文学作品、楽曲、条約、組織、建造物、出来事、乗り物、遺跡、橋、公園、 テレビドラマのタイトル、映画のタイトル、漫画のタイトルなどがある。上記のあるから独立したお題、例、船、乗り物から独立上、建造物から独や、ある程度有名ならあるに、架空の言葉を追加したお題、例、ある架空の人物なども存在する。成績や商品紹介の後、すぐに優勝者と司会者が簡単な感想を話した後、司会者から、さあ、 今日はあるをお当ていただきますと、ジャンルが発表され、優勝者が獲得した自分のパネルを全部外した時点で、あるの名前をお答えいただきます。スタート。と言って、VTR が始まる。1990年9月以前は、フィルム映像だったため、ある、フィルムスタート。と言っていた。VTR 映像は、優勝者の色のパネルの部分だけしか見ることができない。このため、 多くのパネルを獲得していたにもかかわらず映像の肝心の部分を隠されてしまうことや逆に少ないパネル獲得にもかかわらず重要な部分を見ることができたりと独特の運ン運が存在する。現在は CG パネルに VTR が表示されるが1995年9月24日以前はスタジオのパネルでクロマキー合成により VTR を流していた。その際、 残った別の色のパネルの数字部分が透けて映像が見えていたり格子の形が見えていた。これは黒巻合成に紫色を使っており格子の線は黒だがパネルの数字は紫色を使っているためである。映像はいくつかのヒント映像が流れ映像の最後にある人物ならその人の顔写真ある都市なら航空写真に支障、ある国なら 航空写真に国旗が写される。VTR 映像出題中は、フライトトゥパリの BGM が流れる。映像終了後、司会者に、その〇〇とはと尋ねられ、5秒以内で正解を回答すると、司会者が、正解。結構、その通り。などと絶叫。ファンファーレが鳴り、番組開始当初から1983年12月までは、 電飾が光る中で、憧れの地中海クルーズペア10日間の旅獲得。というテロップが出て、海外旅行を獲得する。1984年1月から1995年9月までは、電飾テンに加え、回答者席上、天井に吊るされていたクス玉が割られて、大量の銀色の紙吹雪が舞い、フランス国旗を彩った三色、青、白、赤の、 紙手が降る中で、1995年10月からは、電飾転倒は維持しつつ、くす玉に代わって、解答席の後ろに設置された2つの舞台照明を、使って、後部の壁の部分を照らす中で贈呈された。不正解、時間切れの場合は、初代、アタックチャンスのアタック音をアレンジした BGM が、流れる。VTR 確認前に、司会者が、正解と応う。 2012年4月1日の放送から失敗時に残念というテロップが表示されるようになった。司会者が正解を説明する際、毎回パーフェクト達成状態の形でパネル全体が外れて見られるようになる。現在はその際に画面左に周りはトップ賞獲得者の色がバックとして使われていたが、2015年5月頃からはトップ賞獲得者の色に関係なく、 クリーム色で固定された。正解を説明の際、司会者は当初内容を書いたメモをポケットに入れていたが、現在はアタック25のロゴの入った黒いファイルを持っている。なお、旅行クイズを失敗しても獲得賞金が没収されることは一切ない。エンディングの際に回答者の前で出題者から花束が贈呈される。ただし、百七十五年四月六日の 放送開始時から1995年9月25日放送分までは祝福の BGM が流される中、出題者から花束がエールフランスの客室乗務員から旅行バッグが1995年10月1日放送分から2012年3月25日放送分までは出題者から花束と旅行獲得プレートが渡されていた。 や原に視界が変わった2015年4月5日、放送分からは、海外旅行を獲得した場合に、従来の花束、目録プレートではなく、や原から記念のトロフィーを贈呈するようになった。このトロフィーのレプリカ、ミニチュア版もあり、スマートフォンを含む携帯電話用の番組サイトで、番組内で出題されたものをピックアップした、今週の3問クイズの月間成績上者5人。 多数抽選に贈呈される。回答において、人名の場合は、日本人、中国人、韓国人の場合は、生徒名のフルネームでなければならないが、それ以外の外国人の場合は、フルネームでなくてもよく、判別できる程度でよい。ただし、フィルムクイズは、外国人も、フルネームで答えなければならないことがある。そのため、名字、または、名前しか答えられず、 結局不正解になることもある。また、冒頭でも述べたように、この番組では、日本の民放視聴者参加型クイズ番組だが、クイズ王によるクイズ嵐を防ぐため、一度本戦に出場すると、5年間は原則として、個人戦及びペア戦と共に本戦に出場することならびに、予選会に応募することができない。予選は、基本的に、 テレビ朝日系列局の放送エリアごとで行われる。そのため、ハガキに書く住所の項目は、都道府県名から書くことになっている。予選会は5年以内の本選出場者でなければ、誰でも応募できる。応募は、ハガキだけでなく、ホームページからでもエントリーできる。予選会は抽選なので、予選会のハガキが届いてない場合は抽選は不合格なので、 改めて次回の予選会に応募し直さなければならない。なお、山梨県を含む関東地区予選は、テレビ朝日ではなく朝日放送東京支社で行われる。テレビ朝日系列局がない富山県は、富山テレビ、BBT 富士テレビ系列で行われていたが、2009年3月の放送終了により、予選の募集は終了した。FBC、日本テレビ系列、 テレビ朝日系列クロスネット、朝日放送テレビ、徳島市局、朝日放送テレビ、高知市局、鳥取県、島根県に所在する、テレビ朝日の各市局でも予選は行われない。2012年4月から放送再開した宮崎県については、テレビ朝日系列局のテレビ宮崎、富士テレビ系列主体、日本テレビ系列を含む3局クロスネットではなく、当時、 この番組を放送していた宮崎放送 TBS 系列で行われていたが2017年9月の放送終了に伴いこちらも予選の募集は終了した。また予選会は交通費、宿泊費などは一切の不支給なので自己負担しなければならない。予選は専用の用紙に氏名などの他に自己アピールを記入することから始まる。 現在の予選問題は全30問。制限時間8分の筆記形式で、いわゆるクイズによく出る問題と時事問題がランスよく出題される。回答の際、誤字、脱字がある場合は不正解となる。ただし、漢字がわからない場合はその漢字をひらがなで書いてもよい。筆記予選が終わると答案用紙が回収され、即採点される。合否基準は非公表。 その後の合格発表で名前もしくは受験番号を呼ばれた人のみ、筆記試験合格となり、面接に進める。呼ばれなかった人は筆記試験不合格となり、その予選会はその地点で終了となる。そして、筆記試験合格者は、面接に受かれば、予選に合格となる。ただし、予選に合格すれば、必ず出場できるわけではなく、 向こう1年間の出場資格が与えられたということになる。1年待ってもオファーがなければ、出場資格が消滅し、もう一度予選を受けなければならない。なお、指定された収録日に都合が悪く、幼児等で出場を辞退したとしても、出場資格は消滅しない。なお、出場が決まっていなければ、出場資格を持っている間にも予選に参加することは可能。その予選に合格すれば、 出場期限を延長できる。1975年の放送開始以来、出場者募集は、はがきのみだったが、2004年春頃からは、インターネットでも募集されるようになった。また、出場者募集のお知らせは番組中で告知され、1年を通じて行われている。従来は、番組開始当初から、大阪市北区、1989年まで、大予読。 大淀南の朝日放送本社 A スタジオで行われていたが2008年春から社屋の移転により福島区福島一丁目通称ホタル町の A スタジオでの収録各週木曜日となっているこのため同年4月27日からエンディングでのスタジオ前景のカメラ位置も変更されている収録から放送までは原則2週間後から3週間後だが 2011年5月15日放送分は5月12日収録で3日後に放送された。2017年10月8日放送分ではお笑いコンビ、ロザンの宇治原式が一般枠、予選、筆記試験から出場。当番組では定期的に芸能人大会を行っているが、通常の放送会に芸能人が参加するのは1975年の開始から。 同番組でも極めて異例。この番組で言うパーフェクトとは正解数は関係なく最終的に二十五枚のパネルすべてを同じ色にすることであり二千十九年六月現在で十三回パーフェクトを達成している。初代の小玉時代は十二回パーフェクトを達成した。二代目の浦川時代はパーフェクトを達成したことは一度もなかったが三代目の矢原時代では矢原が 司会就任した最初のパーフェクトで2015年10月4日での夫婦大会で約6年振りのパーフェクトを達成した。ただし、海外旅行クイズは失敗。5人目、8人目は年間チャンピオン大会での達成である。なお、緑のパーフェクト達成者では今のところ全員旅行クイズ成功しているが、白のパーフェクト達成者では1回だけ旅行クイズ敗している。 さらに、赤と青のパーフェクト達成者で旅行クイズ成功者は、未だ一度も出ていない。VTR クイズ正解で獲得できる、海外旅行は、初回から1995年9月まで、エールフランスで行くパリ、パリの他に、ニース、カンヌ、ディジョン、あるいはタヒチだったが、1995年10月放送分から、旅行先は、アメリカ合衆国。 ニューヨークフロリダディズニーワールド、ドイツ、スイス、ローマ、オーストリア、ミラノ、スペインと変化。2009年4月から2019年3月までは、クルーズ旅行。2019年4月からは、ハワイ島、オアフ島になっている。1975年以来、オープニング映像に、エールフランスの旅客機が飛び立つ映像が使われていたが、パリ旅行中止と共に消滅した。 2007年4月1日放送分で旅行先がパリ・ミラノに変更されたことに伴って久々にエール・フランスの旅客機が飛んでいる映像がオープニングクイズで流された。そのため、この出来事があった直後の9月10日放送分から24日放送分までの3回分収録した日付のテロップを表示したり優勝者決定時のテロップを 海外旅行挑戦権獲得に変更。さらに、小玉のコメントの一つである、パリ挑戦権獲得。を、海外旅行挑戦権獲得。に、エールフランスに乗れますでしょうか。を、海外旅行獲得なるでしょうか。と変更するなど対応になった。2001年4月、旅行先にパリが復活。ただし、エールフランスではなく、 日本の旅行会社が主催するツアーとの提携である。なお現在は違うが、初代司会者の小玉は長らく、柏山文江と近畿本ツーリストの CM に出演していた。通常旅行に行けるのは一人で、二人ペアでの旅行はチャンピオン大会等の特別企画のみだったが、2009年4月からは、通常会でも二人ペアでの旅行獲得ができるようになった。 1995年10月のニューヨークとフロリダウォルトディズニーワールドの旅に変更以降旅行先が変更される際の1ヶ月間は通常のオープニングクイズが旅行先にまつわるクイズに変更さるこの時の VTR では初代司会者の小玉と出題者が実際に旅行先へ赴きそこから出題を行うなおこの旅行先にまつわる問題が実施される場合 読み上げ問題の間に挟まれる、通常の映像、ビジュアル、クイズと音楽の問題の合計4問のうち、1から2問分が削減される。ただ、2011年5月15日の一部旅行先変更の際には、音楽の問題が出題された上、出題の加藤秋子アナウンサーだけが赴いた。その後、2012年4月1日放送分から、スペイン、フランス、イタリアをめぐる、地中海、 クルーズペア10日間の旅に変更され、VTR クイズ出題前の旅行先、紹介 VTR が復活した。ただし、これまで旅行先変更の旅に行われてきた、その旅行先にまつわるクイズが出題されなくなり、代わりに新登場となった VTR ゲストが、登場して出題するクイズに変更された。また、報道特別番組を編成したことによる休止には、以下の事例がある。 上記以外の特別番組による休止には以下の事例がある。他局でのパロディは非常に多いが番組ナンバーワン決定戦2006年放送、朝日放送新社屋、完成記念番組対抗ナンバー1スペシャル、オールスター大集合、おめでたバトル2008年放送といった番組対抗クイズ特番で使用するなど、朝日放送自身もたびたびパロディの題材にしている。 この番組の冠スポンサーは以下のように移り変わっている。1986年4月6日から9月28日までの間、1991年6月23日から11月3日までの間、2000年7月2日以降は冠がつかず、単にパネルクイズアタック25として放送されている。アルインコは1987年4月に、 冠無理スポンサーから外れてからも、翌年3月までスポンサーを継続した。通りは、上記以外にも1991年10月から1992年9月、30秒枠、2000年7月から2002年3月、60秒枠、2007年4月から2008年3月、30秒枠にも提供したことがある。長期にわたって当番組のスポンサーだった関係から、 スタジオのセットには、現在も、同社の製品が使われている。また、通り、パネルカーペットアタックシリーズの商品名は、この番の名称にちなんでいる。提供クレジットは、番組開始当初の東洋リノリウム一社、提供時代は、白地に、同社のシンボルマークの大打しを使用。その後実況証券時代から、複数スポンサーになってからは、1996年9月9日まで、 ブルーバックが使用されていたが、その後は、スタジオ映像に提供クレジットを重ねる形式となった。2012年4月1日から2015年3月29日までは、番組オープニングの CG 映像に提供クレジットを重ねていたが、2015年4月5日からは、番組オープニングの CG 映像の後、ヤ原ラが、スタジオに入場する映像に提供クレジットを重ねる形式とった。 系列は放送当時の系列。2019年9月現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。